皆さんこんにちは。シンガーソングライターの堀内健三です。本日もほっこりカフェチャンネルご視聴くださいましてありがとうございます。本日2024年2月10日土曜日に収録しております。今日は現在発売中のアンアン2月14日号で、スノーマンのすごく素敵な特集を組んでくださってます。飛翔する熱きソウル熱き魂という、まあ、テーマで、すごく素敵な、まあ、特集を組んでくださってるんですけども、まあ、現在もすでに発売されてますが、2月14日号ということなので、まあ、当然のことながら2月14日はスノーマン10枚目のシングル版ラブトリガーウィルゴートゥギャザー発売日なので、まあ、そこに合わせて組んでくださった特集だと思います。でまた今回のアンアンは、テーマが最新ボディメイク、このお体がまあテーマの号なので、スノーマンのメンバー9人それぞれも自分の体について、これからどんな体を手に入れていきたいか、そんなところもねすごく貴重に語ってくださってますし、またラブトリガー、まあシングル版発売に合わせてのテーマやと思うんですけども、アワートリガーということで、ちょっとユニット的に分かれて自分たちのなんかトリガー、何かの引き金について語っておられますので、まあ、すごく、まあ、貴重な、まあ、お写真はまた皆さん本屋さんで手に取っていただきたいと思ってるんですけども、私はスノーマンの発する、まあ、言葉にもすごく惹かれますので、現在発売中のこのアンアンから体について、そしてトリガーについて、ちょっとすごくね、なんかこう心に残るところをなんか皆さんにぜひ紹介させていただきたいと思っております。そしてまあ、スノーマンのメンバー、20歳から31歳、まあ、20代、そして、まあ、30になられたところの、まあ、このメンバーが思われる体、そしてまた、ほっこりカフェチャンネル、まあ、50代、60代、70代が、まあ、見てくださってるほとんどの方、まあ、シニア世代の方が多いと思うんですけども、当然のことながら、私たちが推してます、スノーマンが自分で考えておられる自分のお体について、そして私たちがまた体について考えるとなると、もう私たちが何かパフォーマンスをするためにどんなボディを手に入れたいということを考えられる方はおそらくおられると思いますので、私たちにとって体ということは、まあ、イコール健康ということかなと思います。そしてまたシニア世代になってもだからこそやっぱりこう健康を手に入れた毎日を送らせていただくことによって、これからもまあ5年後10年後20年後もまあスノーマンを推し続けていくためには、私たちシニア世代も健康でいる必要がありますので、このアンアンの今回の特集のところからちょっと特徴的なところを伝えさせていただいた後には、このほっこりカフェ的なんか今の私が掴んでる健康法、健康テーマのところで今日最後にお話しさせていただきたいなと思っております。私も20代30代前半ぐらいまではどちらかというと、まあ武道で体を鍛えた、まあ一番熱心にやったのは少林寺拳法なんですけども、で30代に入ってから走るようになって、初マラソンが35歳の時、初めてマラソン走ったのはホノルルマラソン35歳の時なんですけど、30代に入って走るようになって、まあそこからずっとまあ走り続けてますし、今もジムでだいたい週に3回か4回走ってるんですけども、まあ自分でも健康な方やと思いますし、ほっこりカフェチャンネル、なんか私ももう皆さんをこのままシニア世代、なんかこう健康の、なんかちょっとまあ、まあリーダーっていうか、皆さんを健康の方にずっと引っ張っていきたいなと実はまあ思ってるんですけども、スノーマンのまた素敵な言葉を紹介させていただいた最後には、このほっこりカフェ的、ちょっと今私が思っている健康法みたいなところもお話しさせていただきたいと思いますので、どうかお付き合いください。よろしくお願いいたします。で昨年までは本屋さんに入って、このなんかこうファッション誌が並んでるところとか、婦人誌が並んでるところっていうのは、まずご縁がなかったんですけども、まあ昨年からもう本屋さんに入ったら、まずそのあたりを見て、スノーマンのメンバーが表紙のものはないかなみたいに見るようになったんで、まあ去年からちょっと本屋さんに入って見るところが変わってきたんですけども、で今回紹介させていただく、まあアンアンも初めて買ったのが確か昨年の
ショッピーの、まあ、上半身、こう、ヌードになっていただいた、ちょっとセクシーな特集の、号を初めて撮ったので、あの時ちょっと照れくささがあったようなことをお話ししたと思うんですけども、もう今は慣れて、やっぱりすごいなと思うのは、もう全く何のそんな気持ちもなく、先にこのファッション誌コーナーに行って、今日もね、あったと思ってね、ゲットして、参った、この案がなんですけども、すごくね、9人それぞれが、まず自分の手に入れたい、なんかこう、ボディ、体などについてお話しされているところを、ちょっと部分部分で紹介させていただきたいなと思っております。まず最初リーダー、岩本ひかるさん。やっぱりもうスノーマンで、まあ、お体のことで言うと、まあ、ターザンでも連載をされてます。まあ、ひーくんだと思うんですけども、まず体ではなくて、またこの CD のことなんですけど、デビュー当時から新曲が出るたびに CD ショップに足を運び、自ら CD を購入しているという岩本ひかるさんということなので、2月14日もどこかの CD ショップに、こっそり変装して、まあ、行かれるかもしれないなと思ったんですけども、そんなひーくん、お体については、パフォーマンスやライブ中に体のコントロールが効かないなんてことはありません。力強い。それに日頃のトレーニングの積み重ねで心拍数が変わってきたみたいで、1、2曲歌っただけでは息は上がらないし、正直運動量が足りなくて、自分の体に申し訳ないって思うぐらい、自分の体にこれぐらい体を動かさへんのでは、もう申し訳ない。もっと体は運動したがってるっていうことやと、もう思うんですけども、すごいですね。でも本当すごいですね。なりたい体を設定して目指すのではなく、やりたいことに向けて体作りを続け、目標をクリアした時の体が理想。つまり僕が欲しいのは、今の目標を叶えることができる体かな。僕にとっての運動とは、未来の自分が輝くための準備なんです。私、本当これ素晴らしいと、思います。ボディービルダーの方を、まあ、決して、なんかこう、どうのこうの言うつもりはないんですけど、ボディービルの方って、やっぱりこの、まあ、見せるっていうか、もちろん大会もあるし、それはそれで、やっぱり素晴らしい、なんかまあ、競技やと思うんですけども、その、まあ、見せるための体、そしてまたこのコンテストがあって、こう、ポージングされて決められると思うんですけども、その、岩本ひかるさん、ひーくんのおっしゃってるのは、そういうのじゃなくて、例えば、サスケで、この、どうクリアするためには、どの筋肉が必要やから、どういうトレーニングをして、そういう意味で、その目標を叶える、その言ったら、サスケやったら、このクリアするための、ステージをクリアするための体を手に入れたいっていうことなので、なんか私が一番素晴らしい体の鍛え方やなと思うところを、その、岩本ひかるさんが、まあ当然のことながら、ブレなくしっかり持っておられますし、またこういう方が、あのメンバーの中で、しかもリーダーでおられるということで、なんかこうメンバーの中でやっぱり意識をまた持っていって、これからちょっとまた体を鍛えたいと思うねんけどっていう時になった時に、そのスノーマンのメンバーの中にこういうしっかりした考え方、そして間違いのない考え方をしておられる方がおられることは、まあ、すごく心強いなと思って、でこのところなんかショッピーもなんかやっぱりヒクにあの筋トレのアドバイスを受けておられると思いますので、メンバーにとってこういう方が一人おられるのはやっぱりすごい頼もしい存在やなっていうのを改めて、このなんかボディメイク、トレーニングっていう面からもなんかすごくね感じるあのコメントでした。そして続きまして、その、渡辺翔太さん、ショッピーなんですけど、確かショッピーが今ターザンの表紙も飾っておられると思うんですけど、だから本当になんかこうちょっとまあひーくんに、やっぱりこの指導っていうか、あの、トレーニング法なんか教えてもらって、ショッピーもしっかり素晴らしい体をなんか手に入れておられると思います。ショッピーです。昨年はウェイトトレーニングを中心に体作りをしていたという渡辺翔太さんですが、ショッピー、今の体で何か一つ変えられるとしたら、ショッピーは、身長を伸ばしたい。やっぱり背の高い人が多いチームにいると、単純に身長が欲しいと思うシチュエーションが多いんです。理想としては、あと5センチ、178センチになりたいです。
と、なんか正直な気持ちをおっしゃってます。170、じゃあ今3ぐらいかな。じゃあ私もなんかしょっぴぐらいの身長やと思うんですけども、それできることなら私もあと5センチ、178センチになりたいですが、もう私はもうこれぐらい年齢になってくると、もう健康でいられたらもうそれ以上望むということはないのでないんですが、しょっぴをまた正直に、できたらあと5センチ、178センチになりたいですと正直におっしゃっておられる、ショッピーです。そして続いてラウル君なんですけど、僕の場合仕事のジャンルがいろいろなので、この時期はコレクション、この時期はライブと短期の目標に向けて毎回体を作っていく感じです。でも食べなきゃって時は食べるし、痩せたい時我慢するのも平気、トレーニングしなきゃいけない時はするし、増やすのも減るのも増減どちらも割と得意だと思います。そんな中、最近日々の食事を管理するトレーナーについてもらったそうで、あ、小坂編集部が言ったんですね。食事や、栄養に関する授業みたいなこともしていただいて、そういうトレーナーについてもらったということですね。ためになることばかりです。これまではカロリーを気にしていたけど、今意識しているのは良質なエネルギーを取るということ。油ならオリーブオイル、お肉は乳製品はできるだけ、グラスフェッド、かっこ牧草で育った、牛由来ということなので、お肉でもまたそういうこのなんか分別分けておられるんですね、とか。それで、結構自炊をすることも増えました。時にはお弁当を持っていくこともあるし、あ、でもすごくいいことですよね。まだその20歳ということなので、まあすごく体も燃やしてくれますし、多少食べても消費しやすいと思うんですけども、でももうこういう中ですでにもトレーナーについてもらって、食事についてのアドバイスを専門のプロについてもらってされてるということで、先日のそれすのもうちょっと大食いのところでむちゃむちゃ私たちもまあ楽しませてもらうんやけど、やっぱりなんかちょっと私もね心配して、そのラウル君にまあご自身がああいうことに挑戦したいというお気持ちはあると思うんやけども、なんか大食いをしたりするとその後また節制するのを当然しなきゃいけないし、まあそのあたりちょっと心配やなという親心的なことをお話しさせていただいたりしたんですけども、こういうプロのなんか食事に関するトレーナーについてもらったということもなんかすごく良かったし、なんかちょっとホッとする気持ちになりました。続きましてフッカさんです。自分の体について書いたいところを尋ねると何もないかな。このあたりがねまたフッカさんらしいです。今が完璧だからと答えた深澤達也さん。運動もあまりしないし、ご飯もあまり食べない、体のケアみたいなものは何もしてなくて、ライブをやったりとか自然につく筋肉でしか生きていません。このあたりもねまたなんかフッカさんらしいなぁと思ってね。ダンスの振りを覚える速さにも自信があります。でもデンジャホリックには苦戦しました。決まった振りがあるダンスを覚えるときはめちゃくちゃ頭で考えてインプットするところから始め、それができると体が動くという流れでやっていて、でもこの曲の場合はインプットができなかったんです。自分が予想しない方に体が動くという感覚があって大変でした。ただなんで踊れないんだろうと悩む体験は初めてで面白かったですねとおっしゃってて、またウィルゴートギャザーではファンとの絆が歌われている子で、ウィルゴートギャザーについてねちょっと語ってくださって、ファンの皆さんは必ず僕たちを信じてついてきてくれるということがライブの時などひしひしと伝わってくるんですっていうふうにね、ふっかさんがおっしゃってます。続いてコウジ君なんですけども、圧倒的なパフォーマンス力で知られるスノーマン、中でも向井康二さんが得意とするのは、グランドールやストーリーズ、僕は音より歌詞で踊るタイプです。だからこの2曲みたいに感情で踊るダンスはすごく好きです。でも僕は振りを覚えるのが遅いし、アクロバットもずっと苦戦中、上達のため体の柔軟性を上げたくて、昨日テレビショッピングで見たストレッチマシンを買うか悩み中ですって、可愛らしくね、コジ君が言っておられます。そして続いて佐久間大輔さん、さっくんです。さっくんはパフォーマンスは何でも得意ですが、意外と簡単な、例えば手を使って表現する手振り、
は、考える時間があるからか間違いやすいかも。基本的に振りを完全に体に入れ込んだ上で表現としてどう出すかを楽しみたいので、ダンスもアクロバットも難しいほどやる気が出るタイプなんです。そうなると気になるのはペース配分など体のコントロール力。僕はリハの段階から全力で踊ってペースをつかみます。そもそもリハでできなければ本番でもできないと思ってるし、いつもベストなパフォーマンスをお見せしたいですから、そのためにはどこできつくなるか分かっていた方が楽なんです。ちなみに決まった振りとかアクロバットよりもその場の雰囲気や感情で踊るエモーショナル系ダンスの方がペース配分難しくて、一度袖に戻ってからぶっ倒れたことがありました。未来はどんな体でありたいかの質問に対しては、アクロバットはずっと続けたいし、おじいちゃんになってもバク転していたい。例えば孫から、おじいちゃんやってって言われたら、いつでも答えられるように準備しておきたいです。まあ、今の感じだと、できそうですけど、とおっしゃってます。頼もしい。最高にかっちょいいおじいちゃんにね、なれると思います。で、続きまして、阿部ちゃんです。僕はスーツが似合う体でいたいんですよねっていう阿部亮平さん。僕の中で大人の定義はスーツが似合うこと。ちょうど先日30歳になった記念にスーツを作ったんです。今届くのを待っているところなんですけど、それを綺麗に着こなすためにも筋トレだけを程よく続けていこうと思っています。確かにとさっくんがもう完全にこのオーダーしたスーツを作ったものを、なんかちょっと安倍ちゃんも僕も作りたいんやけどっていうのをなんか聞いておられたのをね、ちょっと思い出したりしました。ミリオンはじめたくさんの記録を作れているのもマイリリースファンの皆さんに支えているからこそ、でも本当は僕たちが皆さんを支える立場でありたいんですよね。僕らが頑張っているから私も頑張れるって思ってほしい。ヒーローって何かしなくてもその街にいるだけで安心感があるじゃないですか。僕らも早くそういう存在になれるように日々精進したいと思っていますと、なんか本当にまた安倍ちゃんらしいなんかお言葉やと思います。そして続きまして、伊達様は、現在放送中のドラマ大奥で徳川家の血を引く松平定信を演じている宮舘涼太さん、そのため、和装束で入るような体づくしを意識しているとか、痩せすぎていても似合わないので腰周りの出具合とかは結構気にしています。また、位の高い大名の役なのもありますし、首の周りや顎で色気を出せるように普段から首を伸ばすようにしています。とはいえ、そこまでボディメイクに熱心ではないそうで、20代の頃に比べて体力は低下してきていると思いますが、変化も楽しむタイプですと微笑む。しかしこれまで滝沢歌舞伎など体力も持久力も必要な場面が多かったはず。例えば1ヶ月の舞台があったりしますよね。初日の幕が開くときはこれが毎日続いたらやばいかもって思うんですが、そこを超えると体が慣れてくるんです。そうなるともう少しここを変えてみようかなって新しいチャレンジがしたくなってくるんですよねっていうふうに、伊達様がおっしゃってます。そして最後に、目黒蓮さん、めめです。俳優として映画やドラマに出演することも多い目黒蓮さん、踊りもできて演じられる体作りについて聞くと、将来的に目指しているのは自分が一番動きやすい体なんだそう。年齢によっても変わってくると思いますが、いつでもその時に必要な動きができるよう筋肉量や体重を一番バランスのいいところで保っていくのが理想です。その都度自分に向き合って見合った体を探していきたいし、そのためには運動も必要だと思います。でも今はダンスレッスンやライブの運動量で賄えているし、昔から食べたい時に食べたい量を食べていて、意識的にボディコントロールしたことはありません。今コントロールしているのといえば唇かな。荒れそうになったらすぐにリップケアをするように心がけています。もし一つだけ体の機能を変えられるならの質問には予想外の答えが、体重が増えると顔からお肉がつくタイプで、顔がポチャッとしてしまうんです。だから太るときは顔からではなく、体からであってほしいっておっしゃってて、なんか全然そのメメが今最近体がポチャッとした、ふっくらしたというイメージがなくて、むしろ最近のテレビでパフォーマンスされてる時も、
なんかこのあたりちょっと本当に痩せすぎてるんじゃないかなと、なんかいつもちょっと親心的に、まあ思って、まあしまうんですけども、まあ今のところ本当に、すごくいい状態で、まあ保てるみたいやっていうので、なんかちょっと私もね、このコメントを読ませていただきまして、ほっとしました。そして、トークアバウトアワートリガーということで、まあ、私たちのトリガーっていうテーマで、二人三人の、ちょっとユニット的にトークしておられるところも、お伝えさせていただきたいと思ってるんですけども、一部分。まず、さっくんと伊達様に関しては、さっくんが、りょうたの涙トリガー、涙の引き金っていう意味かな。涙トリガーは何だろう。りょうたって人前で全然泣かないね。伊達様、20代になってから泣いてないと思う。さすがにドームの初日は、やっとここまで来られたんだと思っている、思って、うるっとはしたけど、でも隣の佐久間を見たらめちゃくちゃ泣いてた。佐久間、俺は隣にいた翔太がすごく泣いてて、それを見て泣いちゃったのよ。伊達様、佐久間はもう本当に感情豊かだから、アニメとか映画とか作品を見てよく泣いてるし、感動が引き金になる人だよね。確かミュージックビデオで佐久間が泣いてるのが、私はなんかこう、家でのデートやったので、なんかこう、まあ結ばれて泣いてるのかなと思ったんですけども、まあきっとこのあたり読ませていただいたら、なんか一緒になんかこう映画とかドラマを見て泣いてるっていうふうに、なんか解釈させていただいた方が正しいのかなと思ったりしました。佐久間、心が揺さぶられたら勝手に涙が出てくるの。人の熱さとかたまんない。伊達様、デビュー前に遠征先でホテルが同じ部屋だった時、帰ってきたら全裸でアニメ見ながらガチ泣きしてて、あれは本当に衝撃だったっていう風に。それは確かに衝撃かなと思いますし、風だけね、引かないように何か羽織っていただけたらと思うんですけども、そして次はフッカさんとラウル君のトークなんですけども、フッカさんがラウのモデル仕事を何度か見に行かせてもらった時、ランウェイを歩く姿を見て、こんなすごい子がうちのグループにいるんだって誇らしく思ったんだよね。新しい枠を作ったなって、年齢は下だけど刺激を受けることが多いよ。ラウル君、11歳上のフッカさんがそんな風に言ってくれるなんてイケてる。僕もフッカさんの優しさとか純粋な心を持ってるところとか好きなところがたくさんあるよ。ラウル君、また僕のトリガーはボケトリガー、楽屋が一番トリガってる。フッカさん、でも楽屋で一番笑いを取ってるのはマジでラウだから、しかも大騒ぎして笑わせるんじゃなくて、ふわっと発した一言が面白いみたいなというところで、やっぱりメメも言ってたみたいに、本当になんかすごくセンスのある言葉でメンバーを一番笑わせてるのがラウル君やっていうのがね、このフッカさんの言葉でわかるんですけども、でフッカさんが自分は散財トリガー、お金をいっぱい使うという意味でのトリガー、散財トリガーグループではナンバーワン、ラウル君独走してるよね。後輩には夢を与えると思うけど、絶対にもらっている額は僕と違うと思いますって、ここちょっとラウル君の、ちょっと衝撃発言が、ありました。フッカさんがむちゃむちゃお金を使うから、ラウル君もしかしたらもらってるお金ギャランティーが違うんじゃないかなっていう、えらい話題をここにぶち込んできてるんですけども、フッカさんは一緒だわって、そしてトリガーは仕事終わりとうのいにデパートでその散財するトリガーをデパートで弾いてるアル君、デパートトリガーっていう、すごい楽しいトークで展開されています。そしてアメちゃんとメメのねトリガーについては、アメちゃんが、去年の夏前から夏にかけての目黒は一番俺のトリガーになってたって思うわ。メメ、夏なんだろう、安倍ちゃん、夏限定じゃないけど、その時期目黒本当に忙しかったじゃない、ドラマがありましたもんね。でもドラマの次の日でもいつもと変わらず接してくれてたんです。めちゃめちゃしんどいはずなのにって。メメ、いやありがたいし嬉しいわ。安倍ちゃん頑張ってる姿を見ながら負けてられないって思ったし、すごく元気をもらった。メメ、でもいくら自分が別の仕事で忙しいからってスノーマンの現場には何の関係もないわけで、それでみんなに嫌な思いをさせたり気を使わせちゃうのも違うと思うから。安倍ちゃんそうだけど、みんな目黒の忙しさ知ってたから俺らには少しぐらいいいよって。
めめ、自分の近くにいる人たちをおろそかにしたくないんだよね。それで外の人にはいい顔するみたいなのって逆だと思ってて、一番格好悪いなって、自分の身近にいる人が一番お世話になっている人なわけで、ならば一番大事にしなきゃと思うポリシーとして、でも安倍ちゃんもそういう人じゃない。なんかめめのこういうところが、なんか私も痺れるし、なんかめめの言葉を、なんか一言でもたくさん、やっぱりこの、自分の中にも入れて、なんかまあ20代なんですけど、シニアながら本当に見習わせていただきたいと思う。いつもなんかそんな気持ちになります。また安倍ちゃんが、あ、そうだ。あと他のメンバーでトリガーと言ったらラウルじゃない？ライブの後半の曲とかで、ラウルのパフォーマンスが少しでも視界に入ると、すっごいエネルギー入るめめ。それはあるかも。安倍ちゃん、まだまだいけるっしょって鼓舞されてるみたいな感情を表に出すパフォーマンスをしようって気持ちがめちゃめちゃ動く、めめ。去年の FNS 歌謡祭とか、あのラウルのダンスコラボでメンバーみんなも熱をもらって、俺らのグループのパフォーマンスもさらに気持ちが入った感じがしたよね。あれはすごかったね。と、ここは安倍ちゃんとめめのトークなんですけども、安倍ちゃんからここで、またこのラウル君のパフォーマンスで、もう一つ自分たちも気合のトリガーを入れてもらえるっていう、なんかラウル君のことをなんか話してくださってるのもなんかすごく素敵やなと思いました。そして最後のユニットは、コージ君、ショッピー、ヒー君の3人で語っておられるんですが、まずコージ君。昨年ショッピーが舞台の座長を務めたということは、大きな感動のトリガーやったね。座長の器を持ってるのに、俺なんてっていう感じやったから、すごく嬉しかった。ショッピー、今の言葉に心打たれたわ。俺はメンバーがサウナに行くというのを聞くとトリガーが引かれがち。昨日もコージが言うのを聞いて、仕事など一度家に帰ったのに行ったからねっておっしゃってて。このあたりもなんかショッピーいいですね。そしてヒー君が、今グループにおける一番のトリガーは伊達さんじゃない？本人は変わってないんだけど、数年前までは独特な子みたいな印象だったのが、今はいろんな人たちから求められる人になったからね。コジ君、コメントのトリガーが伊達さんっていう時も多いですからね。トリガーだけに、トリっていうことですね。ショッピー、ダジャレトリガー向かい、とおっしゃってて、そしてヒー君が、俺は自分かなっていうことで、今日もありがとうございました。楽しかったです。と思いながら寝て、目が覚めた時に今日もまだ生きられるんだって感謝するからっていう風に答えておられて、ショッピー壮大だね。コージ君素晴らしいな。ヒー君、自分の体への感謝がないと人に対する感謝の気持ちも届けられないと思うんだよねっておっしゃってて、最後またこのなんかトリガーについてのまあユニット的なトークの最後を、これはまたまあ偶然やと思うんですけど、そのヒー君がそのトリガー、自分の感謝がないと人に対する感謝の気持ちを届けられないと思うんだよねということで、自分の体への感謝を語っておられる言葉で、この締めておられます。今回のこのアンアンがなんかボディメイク、まあ体がテーマの中で、またこのトリガーがトークテーマやのに、こういうふうに体への感謝でなんかこう閉じておられることも本当に素晴らしいと、思いました。で、冒頭で言いましたように、もうこの20歳から31歳のメンバーがまあ自分の体について語っておられる、まあすごく貴重なまあコメントを紹介させていただいたんですけども、でも最後にヒー君が体への感謝とおっしゃったところは、本当にこのシニア世代になった私たちにも本当に一番大事なところかなと思います。で、私自身、まあ、シニア世代、まあ、ずっと20代から体を一定のトレーニング、まあ、道場、武道なんかも含めて、ずっとしてきたんですけども、これからも、まあ、60代になってからも、やっぱりこれから60代、またむちゃむちゃ素敵な70代、80代を目指して、まあ、体を動かし続けていこう、トレーニングはし続けていこうと思ってるんですけども、今、私が、まあ、シニア世代に入っての健康法を、なんか3つにまとめさせていただ
ただくとしたら、一つ目はやっぱり歩くっていうことです。まあ私は実際にまあジムで走ったり、ちょっとこのトレーニング走ったりしてるんですけども、まあ走るっていうことを基本置いてるんですけど、まあわかりやすくシニア世代、私は歩くでもいいと思ってます。まあ歩くっていうのは体を動かすっていうことの代表的なところで、やっぱり王道は歩くということ。まあこれはもう絶対にこれを抜きにして、なんかこう健康なシニアライフは送れへんじゃないかなと思うぐらい、なんか歩くっていうことがこれからさらに大切やと思っています。そして二つ目、これちょっと意外に生まれるかもしれないんですけども、わかりやすく言うと、食べないということです。どういうことかなと、まあ思われると思うんですけども、20代、30代、40代、50代、どんどん私たちの体が、このエネルギーを燃やしにくくなってます。言い換えたら自分の体を車に例えると、燃費が良くなってると思います。車で言うと燃費が良くなってるっていうのはものすごくいいことで、1リッターで10キロ走れる車、でも1リットルで15キロ走れたら、そのガソリンがなかなか減らへんので、そのなんかガソリン代すごく最近高くなってきますけども、その燃料費も低く抑えれるので、燃費っていうのは長く伸びたら伸びたほど車の運転するときはいいんですけども、お体の場合が燃費が良くなるっていうものは、同じ量を食べてても30代の時はしっかりと燃やせた量を食べて、そしてまた50代60代になって同じ量を食べてもそれだけ燃やさへんので、エネルギーがカロリーが残るので、まあそれがまあいろんなところについたり体重になったりするので、年々燃費が良くなるということは、同じ運動量をやったとしたら食べる量を減らしていってちょうどやと思いますし、また運動量は基本的に年々私たちは減っていくと思いますので、そういった意味では、まあ昔から健康のもと腹8分目、満腹になる前に食べるんじゃなくて腹8分目ぐらいっていう言葉がありますけども、まあ8分目、もう7分目、時としてはまあ6分目ぐらいでもいいと思うんですけども、じゃあお腹減るやんと思うんですけど、まあそこはちょっといろいろそれぞれまあちょっと工夫を凝らしていただいたりする必要があると思うんですけども、まあ基本的には食べないっていう言い方で私は自分に言い聞かせてるんですけど、歩く、食べない。まあまたここも変に絶食したらいいんじゃないか。そんな風では全く取らないでほしいんですけど、またちょっとまた別途、ここをまたゆっくりお話しさせていただきたいと思うんですけど、歩く、食べない。そして三つ目、やはり眠るっていうことです。で、私はもう年齢をこう上げてくる、30代から40代、40代、50代、年齢を上げてくると、どんどん、以前なんか20代、30代の時は、8時間しっかり寝なきゃ、なんか翌日、ちょっとなんか寝不足のような感じがあったんですけども、今はもう7時間あったら十分ですし、なんかぐっすりと集中して寝られたら、なんか6時間ぐらい寝られたら、しっかり寝られてる、そんな感じがするので、なんか必要な睡眠時間は、まあありがたいことに、ちょっとこの減ってきてると思うんですけども、まあでもその分今最近心がけてるのは、15分でも20分でもできるだけ昼食をとった後にちょっと軽く昼寝をとるようにしております。それをすることで午後のまた頭の冴え方も全然違いますし、体のなんか午後の後半のなんかこう反応の仕方も全く違うので、その全体的な睡眠時間、夜の睡眠時間はちょっと昔より減ってるんですけど、その分15分20分昼寝を取るようにしております。また若い時よりなんか睡眠の深さが浅くなってるように思ってて、若い人たちがもうぐっすり、多少なんか音が鳴ってても深い眠り、私のまあ娘なんかも結構音が鳴っててもぐっすり眠ってるのを見て、まあ本当に羨ましく思うんですけど、なんか年齢が言ってくると眠りが浅いのか、やっぱりなんかちょっとした物音で目が覚めたりするので、最近はもう絶対寝るときは何も別にうるさくなくてもなんかこう耳栓をして私も寝るようにしてるので、少しでも睡眠を深くするための工夫を自分なりにさせていただいたりしてますので、まあ睡眠に関してはまあその寝具のところもあるからなかなかこれも深いんですけども、まあでもできるだけやっぱり睡眠時間っていうのは、短いよりも長い方が絶対にまあ健康、そしてまた長生きにも絶対につながってくると思いますので、今のところ3つにまとめさせていただくとしたら、歩く、
食べない、寝るっていうことを、まあ私はシニア世代の、まあ健康法、ほっこり健康法の、まあ3つと捉えさせていただいてます。またこのあたりも、ちょっとまたゆっくりと一つずつ、またわかりやすい、なんか、まあ解説もさせていただきたいと思ってるんですけども、まあ私自身が、自分でいろんなことを実践して、まあ自分自身も、私も、まあ同世代の中では、かなりやっぱり健康な方やと思いますので、自分自身が健康であることで、また同世代のほっこりカフェチャンネルを見てくださってるシニア層の皆さんにも決して偉そうな意味ではなくて、なんかこう同世代のまあ一つのやっぱりまあ見本、お手本になるような形で皆さんこれから引っ張っていかせていただきたいと思いますので、これからもまあ長くあのスノーマンを応援していくためにもほっこりカフェチャンネル、シニアチャンネルってあると同時に、なんかこう健康チャンネルとしてもなんか皆さんにお役に立つ、まあそんなチャンネルにしてまた行きたいなと思っております。今日は現在発売中2月14日号のアンアンで本当に、ニューシングルに合わせて特集を組んでくださいました。すごく、素敵な特集から、メンバー9人が自分のお体、そして手に入れたい体について、そして後半は、アワトリガー、ラブトリガーに、ちょっとこれ絡めた、すごく素敵なね、なんかこうテーマでの楽しいトークを皆さんに紹介させていただきました。ぜひ本屋さんに行っていただいて、まだ、ゲットされてない方は手に取っていただきたいと思っております。最後までご視聴くださいましてありがとうございました。生まれてきてよかった、君と出会えたから。